赤星せよ赤星マシマシティビーご覧くださいエビクラ渋谷店さんです、うん、ということで渋谷駅ですよ、はいはい、久々に、渋谷に自動系を出すとこが現れたということで、井の頭線のですね、うん、西口からすぐのところにある、マークシティのまあ、すぐ横にある、はい、で元々はですね、二郎系のお店ではございません、うん、エビを主軸とした、うん、まあ、店舗でして、うん、溝の口にですね、カズクラというお店があるんですが、うん、まあ、そこもちょっとインスパイア系やってるんですけど、うん、その、まあ、系列店ですね、1月から始まった商品を見ていきますね、エビつけ麺、まぜそば、ラーメン、塩ラーメン、エビガッツとございます。エビガッツ、ね、こちらがそのエビガッツというのが、うん、まあ、インスパイ系なんですね。なるほどね。その他のは一般的なメニューでございます。はい、で全部エビね、全部エビ。すごいね。全部インスパイを出す感じと思えない、ね。そう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 。で、うん、その、1月から始まったメニューを見ていきましょう、うん、ということで、お店自体はね、去年の、うん、去年中にオープンしたので、こちらですね。しっかりとね。そうなんです。ガッツ、入ってますね。ガッツですね。野菜マシマシのニンニクマシマシで、大盛りがなんと無料です。おい。はい。で、うん、やっぱりね、エビガッツというだけありまして、うん、こう桜エビがかなり散りばめられてるんですね。あとちょっと野菜にキャベツが多くなったりして。あ、本当ですね。これはまあ、ませないんだけども。うん、ね。大丈夫ということで。で、油コールありません。うん、が、ここのね、縁にちょっと入ってるんだけど、うん、背脂めっちゃ入るんですね。うん、まあ、パワーあります。やっぱ、エビが入ると色合いが鮮やかっすね。あ、確かにね。ちょっと赤、褐色になっていきます。うん、そしてね、リアス式海岸が1枚入っておりますんで、ね。じゃあ、大ごとだよ。食べていきます、うん。さあ、ね、実は豚でした。ね。まあ、思ってたよ。思ってました、うん、ね、箸でつまんだだけでですね、うん、もうホロホロってのがわかるんですね、うん。崩れちゃったよ。あらら。そうなんですよ。これがね、うん、甘豚なんですね。うん、めちゃくちゃこう角煮に近い味付けでして、で、とろけ具合はすごいですわ。うんうんうん、とろけうせる。とろけうせる、はい、柔らかさです。できたら増したかったね。さあ、そしてスープね、すごいですよ、このエビエキスがたっぷり、エビ風味、エビ、まあそうね、ねえ、言わずもがなという感じですが、でね、スープが醤油感とか塩感じゃなくて、うん、エビのエキス最大に効いてるなというオリジナルスープなみたいな感じでした。なので行ってみて味わってみてほしいと。なるほど。きっと、うん、はい、あ、ニンニクをちょっと横に置けて ね、お野菜から行きます、うん、よし、シャキシャキシャキ、うん、で、普通ならこれ豚油でコーティングされますが、うんうん、甲殻類系の風味でこう野菜全体もこう跳ねるような味付けが、なんか鍋みたいなね。ああ、なるほどね、そういうのもありますね。オリジナルエビフラ野菜と僕はこれを命名いたします。まあ、やっぱスープ自体がね、特殊だから。そうなんですよ。で、麺ですね。いや、太いですね。波200の、大盛り300ということで、まあ大盛りは無料ですね。で、足りないぜっていう方は、うん、メンマ試験100円で 100g ずつ追加できますので、まあ、僕は400にしてもよかったかな。なるほど。こちらはね、太麺ですが、もちもち、プラス、やっぱまとわりついてくる背脂によってですね、ちょっと油そばみたいな食感もあったりして。なるほど。はい。さあ、さらにこの1枚だけね、海苔が入ってますんで、僕はこうパリパリが好きなんで、そのままいきますが、スープにこう浸して、エビのりとしてもいいでしょう。いいですね、それは。はい。あ、さらにこんなメンマもね、あら、ちょっと入ってるんですよ。いいですね。5枚ぐらい入ってたかな、ちょっと、まあ、ゴリゴリした、メンマの食感って難しいよね、伝えるの。コリコリ。コリコリなのかな。あとメンマって単位、枚なんですか。あ、わからないですけど、一かけらでもいいかもしれない。とりあえずね、シュリンプシュリンプした味がいただけますんで。ずっとエビって言ってんだよ。終始、終始ね。まあ、だから豚感よりも、ちょっとエビ感強いよね。はい。で、まあね、ニンニクは避けてるんで、後から味変が効けそう。うまい！ああ、ニンニクとエビの組み合わせってね。はい、エビニンニクね、いいですね。エビニンニク。ガーリックシュリンプ。ね。これね、塩気のあるしょっぱニンニクだったんですね。なので、いきなり初めから混ぜるよりは、ちょっと僕みたいな食べ方おすすめだと思います。なるほど。あとから塩気を足していく。じゃあどんどんいきます。黒胡椒、ね、これもね、やっぱブラックペッパーシュリンプというのが
僕はババガンプシュリンプとかで食べてみたいですけど。ババガンプシュリンプ、あの水道橋にありますね、エビ料理のお店さん。そんなこと言ってるとエビ油、おっとっとね、エビレベル赤い。あ、 4.7、 ほぼエビです。油飲んでる。エビの方が強くてかね、これうまいんすよ。もうエビ油がね、うん、ここもあの凍るできないでしょ、油を。だから卓上にこうあるんじゃないかと。なるほどね。液体油がマシマシにできるというのがね、うん、楽しく美味しいエビ油でございますね、うん、ただしやっぱり序盤から入れすぎちゃうと、うん、まあ、やっぱりエビより油感が強くなるんで、うん、あまりおすすめはしません。なるほどね。で、そういう時はこのお酢ですね。あの個人的にはですね、うん、あのロブスターソテーとか、うん、あのブラックペッパービネガーソースで、うん、いただきますんで。そんなおしゃれではないですよ、横文字にしてるだけで。あ、そう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 。あのシュレンプはソテー食べますんで、ね、もうね、横文字にしてるだけなんで。あ、ありがとうございますね。ザマス。あのラストはね、こう、うん、もうめちゃくちゃ飲んでますけど、うん、あのエビビネガーめっちゃ美味しいんで、どんどん飲んでください。ということで完食、え、ごちそうさまです。エビビネガーね、エビビネガー隣行ったらエビ。あ、ほんとだ。よいしょ。あららららら。あ、86.7。86.7。ハローな、ね、数字になりました。ねえ、唯一エビエビって、エビちゃんも映像も出てきませんでしたが。いいね。あの、これ言ったら同じですけども。まあ、皆さん、エビバリーそう思ったんじゃないですか。あれれれれれ、うん、エブリタイムそう思ってたんじゃないですか。まあ、エブリで、まあ、エブリ使ったらそうなるよ。いや、エビ多かったな。エビすごかったっすね、今回は。いや、なんかエビの二郎系といえば、うん、まあ言わずもがなですね、うん、今は亡きラーメン二郎町田店なんですよ。おで、その味を継承した蓮見さんがエビのマップ二郎系出してるんですよ、うん、やっぱ蓮見さんだと麺が爆太すぎるということで、ちょっと敬遠されてる方もいたり、あの汁が濃すぎてちょっと苦手だよって思う人もいるじゃないですか、うん、こちらのテイストならですね、間口が広いエビのインスパイア系いただけるんで、こちらおすすめかなと。やっぱ元がね、エビのラーメンっていうのがね、はい、強いかもしれないですね。あ、そうだね、うん、だからそのデフォルトで、うん、エビにこだわってるってことだね。つけ麺とかも粉末のやつがいっぱい入ってて美味しいのかなということで、うん、やっぱ渋谷今、うん、千葉からさんがお休みしてて、で食べるとなると、あの東急の向こうにあるリンさんとか、小次郎さんまで行かなきゃいけない、そうね、そういったところでね、またちょっと不毛の地というか、ちょっとあんまなくなってきたね。駅近にこうあるっていうのすごいですから。本当にそれ素晴らしい、ちょっと皆さんも一回、うん、チェックしてみてね。ね、以上です。よいしょ、ごちそうさん。